2年連続の雨となりました。第96回全国高校サッカー選手権静岡県大会、119校が参加したこの大会もいよいよ今日が決勝戦です。今前半の40分が始まりました。大きく桜ヶ丘が蹴り出していきまして、ヘディングは渡井です。静学のエースの渡井、一人かわした、もう一人かわす、左シュート決めた。前半の30分、先制点は静岡学園、プロ内定渡井雅樹がその実力を決勝戦で証明しました。さあ大江之さん、このドリブル突破からのシュートです。素晴らしいですね。このスピードに乗った中でしっかりボールをコントロールしながらシュートまで持っていく、この身のこなしから倒れませんでした。さらにかわして、このシュートに関しては、まあ、最後のところで落ち着いてキーパーも見えてたと思いますけどもね。ここまでチームを牽引してきました1年生からレギュラーの白井海斗です。さあボールを奪いました桜ヶ丘です。松下スピードがあります。松下左足のシュート、もうこぼれて押し込んだ。前半の40分、同点に追いつきました清水桜ヶ丘。このまま静学ペースではいかせないと24番の松田が決めていきました。この場面です。大江之さん、ここから奪ってからでしたね。そうですね、松下君早いですからね、やっぱりそれで思い切って打ちましたよね。さあ静学がボールを渡る、シュートボールが入った。白井がドリブル、左シュート防ぎます。テクニックで抜きにかかる右シュート。ここで長いホイッスル。シュート落として伊藤龍馬、押し込んでいきました清水。やはり決勝戦に強い男。さあ決勝戦 PK 戦へともつれ込みます。さあ次に蹴るのは清水桜ヶ丘。あっと、これはポストを叩いた、外れました。県内の高体連の選手の中では唯一 J リーグ入りを決めています渡井雅樹。外した、上に外れました。ゴールキーパー増際ガッツポーズ。決めました、白井海斗、落ち着いて決めた。最初で最後の選手権、外れた。この瞬間清水桜ヶ丘総武初優勝を成し遂げました。 PK 戦を制し、2013年の総武以来初めて全国選手権へ向かいます。先制点取られちゃったんですけど、その後もしっかり我慢して、で前半の終わる頃に1点返したのが一番大きかったと思うし、で延長まで行ったんですけど、みんなよく走ってて、いや、みんなやめないことを継続できたのですごい良かったと思います。初優勝できたのはとてもいいことだし、で後輩にもこれからプラスになっていくんじゃないのかなって思うので、一つ歴史を刻めたので、もっと全国でもっと名前を知ってもらえるように活躍したいなと思います。前半の最初の時にチャンスあったんですけど、シュート打ち切れなかったんで、次はもう打ってやろうと思って、その時にちょうど来たんで嬉しかったです。もう爆発しちゃって喜びが飛び出ちゃいました。静岡県では得点を取れなかったんで、全国で得点を取れるように頑張りたいです。いや、よく勝ったな、勝てたな、勝っちゃったなっていう、そういう印象ですね。やっぱりああいう全国常連のチームに立ち向かっていけるだけのこう牙をむき出してサッカーをやると、サッカーって面白いなっていうことがみんなに分かってもらえるってことが僕らの使命かなと思いますね。